AI 崩壊は2020年1月31日に全国公開された日本の SF パニック映画。監督、脚本は入江優、主演は大沢隆夫。2030年の日本を舞台に突如として暴走を始めた AI とそれを阻止しようと奔走する天才科学者の工房を描く。キャッチコピーはその日 AI が命の選別を始めた。 舞台は2030年。高齢化と格差社会が進展し、人口の4割が高齢者と生活保護者となり、医療人工知能、のぞみが全国民の個人情報などを管理していた。そんなある日、のぞみが突如として暴走を開始、人間の生きる価値を勝手に選別し始め、生きる価値がないと判定された人間の殺戮を開始した。警察は、 望みを暴走させたテロリストが望みの開発者である天才科学者、気流孝介だと断定。逃亡する気流を AI 監視システムを駆使して追跡する。事件の鍵を握るのは気流と望みを管理していた気流の義弟西村悟る。気流は警察の追っ手から逃れながら AI の暴走を阻止しようと奔走する。年月日に公開され。 全国346スクリーンで上映された。工業通信社の映画動員ランキングでは、初登場1位で、1月31日2月1日の2日間での、動員は16万5000人、公衆は2億2500万円を記録した。キネマ旬報社が運営するキネの手の、キネ旬レビューでは、映画評論家の川口厚子は、往年のハリウッド B 級映画にいたようなようとなる、脇役。 おいぼれ新米刑事コンビがも一つピリリと正気味よく、機能してこないと評価。佐野徹は、本作公開日直前に、人種差別発言が問題視され、AI が原因であると主張するも東京大学を、懲戒解雇された工学者、大沢翔平と重ねて言及した。ありがとうございます。